者の取り組みレペゼン大阪ゼネコン会社腕は確か凄腕校舎遡ること113年生まれは明治の40年年新技術の伝道師本社があるのは天王寺シンボルマークは人という字培ってきた確かなテクノロジーグリーンエイジからシルバーエイジ未来に挑戦みなぎるエナジー喜び食べるダム作りトンネルの先には希望の光人と自然を技術でつなぎ自社で応援君の未来作り道がないなら道を作ろう未来につながる道なる道を橋がないなら橋を架けよう君と僕との明日への架け橋当たり前にあるものを当たり前じゃないわざね作り出してあなたの笑顔ダムスタジアムにミュージアム東京湾に浮かぶ海ほたる何はの通天閣再建までに至る進めろ工事止めるな安全既存の建物そのまま免震目力令和へとつなぐ名刺建設で社会に貢献邁進建設上仕事略して基調建設に夢見て恋する樹上女性も生き生きレベルも向上竹原ピストル兄貴の CM ソングも上々環境に配慮省エネに寄与大久村いつもで誠実に生きよう誰かの力になれたら名誉行くぜ行くか行こうよ道がないなら道を作ろう未来につながる道なる道を橋がないなら橋を架けよう君と僕との明日への架け橋奇跡みたいなことは積み重ねた努力と時間が起こすのさみんなの笑顔守れるようにみんなの暮らし守れるように建設の道にはない近道そこにあるのは確かな地道愛と誇り胸に進む毎日安らぎ届ける気に住む街建設が好きだ建設は素敵だ建設は無敵だ建設は素敵だ建設通じて結ばれた縁だ Everybody somebody 建設は道がないなら道を作ろう未来につながる道なる道を橋がないなら橋を架けよう君と僕との明日への架け橋当たり前にあるものを当たり前じゃない技で作り出してみんなの笑顔守れるようにみんなの暮らし守れるように道がないなら道を作ろう未来につながる道なる道を橋がないなら橋を架けよう君と僕との明日への架け橋奇跡みたいなことは積み重ねた努力と時間が起こすのさみんなの願い届くようにあなたの夢が叶いますように堅実経営誠実成功奥村組が守る身長 This is 奥村ラップ以上ハイパーヨーヨーレペゼンコラボレート日本